グレートムタ。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回グレートムタですね。グレートムタフィギュア、うん、1989年の誕生以来、ファンを恐怖の底に叩き込んだトップヒール、グレートムタがアクションフィギュアで登場と、リングで繰り広げられる圧倒的なヒールファイト、相手レスラーの毒切れまみれの顔とかな、悲鳴を上げて倒れ込む屈強なレスラーたちと、想像される彼らの痛みを見る者を震え上がらせると、同時に毒切り、バーンとな、の憧れを生み出したと。そんな憧れの、そのままな、憧れをそのままに、毒斬りギミック、毒斬りのギミックがある、それを搭載した、グレートムタの、フィギュア、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ！その前に、チャンネル登録、高評価の方も、よろしくお願いします。はい、見ていきますね。見ていきますね。こちら。いいやろ。いいやろ、これ箱自体もいいなぁと思ってたんよ。ほんだらなぁ、これな、送り書貼ってんねん、これ。うわぁっとなぁ、これ結構、いやいや、箱も大事にしたいと思ってて、うわぁと思ってたんよ。だから書いてあんねんな。本ケースは商品輸送用の、保護、これ梱包材ですとな。本ケースの傷、潰れ、汚れ等による交換できません。ご了承くださいと。まあ、これ書かれておったらもう仕方ないねんけど、最初パッと見な。何これもうここに貼ってたんかいなーと思ってな。ちょっと嫌だなーと思ったりもしたもん。で、これな、開けたところ俺な、置いとくと思うのよ。これもあかんねんけどな、断捨離していかなあかんねん。荷物が多くなる。ではちょっと、開けたいと思う。はい、開けていきますね。これサクッとな。サクッと、はい、開けて。楽しみやねんな。どんなんか。はい。もういけるかな？いけるかな？ここら辺が雑になってくるんだよな。もういけるかな？いきますね。いや、ドキドキするわ。ちょっと、ここら辺がな、イライラすんねんけど、結構頑丈にやりすぎてて、赤いようになってきた。どうしたらいいこれ。これも開いた。開いたわ。いきますね。はい、ドン。ドンと。いきます。あ、こっからが本編やな。これ一瞬見たら、これも、本編と思うやんか。はい。開きました。うわー、来たなー。来たなー。これもう、紙はもうガー行くで。紙はガー行くわ。ここまではもうええわ。これもええとして、見た、来た。これ箱もな。ほら。これ箱よくない？箱。箱的にこうな。前髪でこうな。で、横。これ、後ろ。うわ、ムーンサイルドプレスか。これ、ええよな。はい、ドン。いいな、これ、さて、ちょっとザラザラするもん。ほら、覗いてるで、顔が。うわぁ、これ、パッケージうまいな。毒斬りをイメージして、武藤さんが顔を、武藤さんじゃない、グレムタやな。ムタが顔を出してると。いやぁ、これシリーズ俺他あんま知らんねんけど、この箱だけでも、ご飯2杯半食べるわ。箱だけでもすごい、これいいやろ。わあ、これ感動した。いや、これも飾りたいと思うねんけど、やっぱ開けたいやん。ちょっと開けるで。はい。ドンと。いやあ、これ開けちゃうで。もうパッケージがもう最高やな。パッケージも最高やな。開けるで。行くで。来たな。よいしょー。はい、来ました。来て、こんな感じな。で、これも、取るで。がっぽり行くで。がっぽり行ったんだ。ここはほら、ここら辺な。はい。はい、切って、ドンと。来ました。これ、まあ、武藤さんな。はい。一旦、武藤さん、ちょっと置いておきます。武田さんやな。武田さん置いときます。ほんで、ちょっと、これな。これ何やこれ。
これもどうするのか、これこっから毒切りなんかな、こう入れてなんか。こんな感じな。ではでは、ではでは、見ていきたいと思います。はい、見ていきますね。どう？これいつの時代かな？毛が長いもん。毛が長いもん、これ。なんか、なんとかドルフィンの時もあったもんな。毛が長いな、これ。毛、後ろ髪長い、ほら。これ、細部見て。わぁ。これ、髪の毛は取れへんもんな、さすがにな。うわぁ、これな。俺、あんまフィギュアとか詳しくないねんけど。ほら。ほら、すっごい、こう、動く。指はさすがに、こう、動かんけど、手は、ほら。こう、動くねんな。で足もいろんなポーズできるかな。足も動くの、ほら。足首の、ほら。すごくないこの、ほら。これいろんなポーズできるのかな、これブリッジとかできるのかな、これ。おー。あ、まあまあ、ブリッジはできるな。ブリッジはできるな、これ。うわ、これ、立つような、これ。立つし、上。ほら。あ、これ、ほらな。これすごいね、いろいろ。これ、ここも、ほら、広告。うわぁ、すっげぇな、これ。これ、このままビニール何かなぁと思って、これ取れんねん。首取れんねんけど、これ取っていいんかな？袋取っていいやんな、これ。え、取れんのこれ。え、取らん方がいいこれ、袋。これ何これ。あ、取っとこ。取って、ちゃんとはめたい、ちゃんと。取って、ここな。ほって。ほら。ちゃんとはまってんのこれ。はまったか。こんな感じな。で、これなんで取れるんかと思ったら、毒切り用とかあるらしいね。顔こんなんな。いいっすねー。いいっすねー。取るで。取って、こちら。これは、毒切り用に水を入れたりできるのかなこれ。これ水どうやって入れるんやろ、ここ、どうやって入れるのかなこれ。一回やってみたら、これ水入れた上に、させるんやろな、これ。え、これさせんのこれ。え、これ刺し方がわからんこれ。え、これおかしないこれ。あれ、こっち待ってな。刺し方がわからんねん、これ。え、これ刺し方わかるこれ。入るのこれ。これどうすんのこれ。これ、入らないおかしいよな。こう、首になったままこう押すってことこれ。なわけないよな、これ。なんかやり方あるはずやから、ちょっとな、調べなあかんかな。あ、ここほら。穴がほら、こうなんね。だからこれをまっすぐに入る状態にして、差し込む。これ重要な。こう曲がってたら入らへん。この状態で入りました。これで、多分こう押さえたら、多分スプレーっていうか、まあ、毒切り的なもん。一応書いてんのは、危険ですので、水以外のものは噴射しないでくださいと。俺危険ですので、人に向けてスプレーを、噴射しないでくださいと。だから水以外入れたらあかんから、水しか出へんのかな、これ。あ、これ頭こう押さえたいんかな、これ。いや、これちょっと、やってみたいと思います。はい、今ここに水入れてきました。水入れましたね。これがちょっと抜くん大変やった。ほんでこれに顔をはめる。はめました。これでついに毒切りをやってみようかな。行くで。 3、2、1。 あれ出てる。あ、出た。出てない？出てるよな。
思ったよりどうかな、これ。ちょっと、近づけるわ。出てるやろ？いや、これ水しか入れてあかんねん、書いてんねん、これ。あ、ほんまになんかこれ。どう方これ。ああ、すごいすごい。すごい。ちょっと、カメラここやな。ほい。こんな感じ。どうかな？もう一回やったらええかなって感じかな、これ。もうなくなったんかな、これ。水まだあんねんけど、あんま、あ、出るわ。ちょっと待って。入れて、あ、出た出た。どう？なんか今、これ、押し方難しいな、これ。ちょっと間抜けやねんけど、わかる？これ。出てるのは出てるな、これ。結構硬いねん、これ。強く押さなあかん、これ。強く押したらこんだけ出るけど、これ水しか入れたらあかんから、これで遊ぶの結構どうしたらいいかなって感じ。出てるけど、結構ここ硬い。これ551が振らなあかんの、これ。これ。結構、もうなくなった水。こんな感じで毒切りのギミックを遊べるっていう感じやな、これ。もう多分今日でもう遊ぶのはせえへんと思うけど、飾ると思うねんけど、こんな感じのギミックがついてるのはおもろいなと思った。だけどやっぱ色は緑っぽい色にしたいな、これ。水じゃちょっと迫力は伝わらんかったかな、これどうかな。だけどよくできてる。面白いと思った。な感じで、な感じで、グレートムタのフィギュア見ていきました。どうかな？どうかな？いや、俺は、このぐらいの時代がよく見てたかなと思うのよ。一番見てた時代かな。やっぱかっこよかったんよ。ファミコンとか、スーファミかな？ファミコンかな？プレステかな？わからんけど、なんかファイヤープロレスリングでも、ファイヤープロレスリングやったよな。俺絶対な、武藤敬司さんも好きやねんけど、グレートムタを選んでたんよ。だからな、この時代がな、後から変わってきたやんか、いろいろ。仮面みたいなやつになったり、メイクもいろいろ変わってるやんか。やっぱこの時代のな、歌舞伎さん的な感じの。ええよな、ようできてない？俺な、まあまあ、中身の人はまあまあ、武藤敬司さんかもわからんっていう感じやんか。俺な、闘魂三銃士がな、まあ好きでな。まあ三人おるやんか。蝶野さんとか、橋本さんとか、武藤さんとかいる中でも、やっぱ武藤敬司さんは憧れやったな、なんか。もう天才っていう感じやったやんか。なんかもう、どうなったんかな、俺見てた時どうやったかな、もう朝一地球っていい？見てた時は、なんか、蝶野さんはちょっと真面目な感じやってんだ、なんか。その時からちょっと疲れた時かな。ちょっと呼吸法なんかわからんけど、ってなってたやんか。蝶野さんそのイメージやねん。って。もう正当派やったよ。で、その後ちょっと化けたけどな。NWO とかいろいろ変わったやん、なんかいろいろやったやんか。黒の化身かなんか変わったやんか。あっからも変わってきたやんけど、最初は正統派っぽかったやんか。ほんで橋本さんはなんかもう無邪気な子供みたいな、チンタって言われるよね。なんかいろいろ言われとったやんか。なんかちょっと、破天荒なイメージやったやんか。橋本さんって。ほんで、武藤さんはなんかクールな感じ。クールなアメリカンプロレスがもうなんかもうすごい天才と言われた人やったやんか。めっちゃ憧れたの。で、めっちゃ超絶男前やねんな。もう超絶男前でかっこいいなと思ったら、ちょっとな。ちょっと寂しくなった時期があったやんか。で、そっから急にポローンって変わったやんか。もう切り張ったんかな。ちょっと寂しくなってきたなって試合見とったら、ちょっと寂しいなと思ったけど、もう急にトーンっていったやんか。もうなんかもういろいろ変わったよな、あの時期から。やっぱ武藤さんやっぱめっちゃかっこよかったもん。俺は武藤さんが好きやったな。ほんまにこう、もうタイガーマスクに憧れるというか、こういう、なんか変化。
七変化的な感じで、このグレートムタさん、まあ、ニタもいるけどな。まあ、ニタも好きやけど、もう面白いなぁと思ってな。だから、どうやろう、俺試合でなんかな、印象深かったって言ったら今パンと出てこへんねんね。パンと出てきたっていうか、まあ、出てきたとしたら、武藤敬司がグレートムタに急に変わって、なんか、あの、試合中に変わらんかった、なんか。なんかその記憶はあんのよ。試合中に武藤敬司がグレートムタに変わったっていう記憶もあんのよ、なんか。ごめんな、浅い知識しかないねんけど、やっぱさ、なんか、すごくかっこよかったんよ。で、武藤敬司さんの時でも、高田さんとやったりとか、もういろいろあったやんか。四の字で勝ったりとか、いろいろな。この人はもう憧れやったな。もうすごい、あの、かっこいいって、やっぱ天才になりたいと思うやんか。だから憧れたけど、俺多分やけど、橋本さんになるんかな。なんか俺もなんか、橋本さん的な感じになっちゃうようなイメージやねん、自分の中では。武藤さんになられへんけど、橋本さんに、橋本さんもすごい人やで。なかなか武藤さんみたいな天才にはなかなかなれなかったけど、この三獣士ってもうすごく個性的やったなぁと思った。蝶野さんも化けたしな。いや、これはなぁ、あの、一番この、好きやった、よく見てたような時代の、グレートムタでもすごくテンション上がった、これ。これ、自前やったやんな、髪の毛。多分自前やんな、これ。狭間寛平さんもこんな頭しとったやんな、昔な。流行ったやんな、多分な。いやー、やっぱこれはな、飾りたい。ここの部分もな、ここ、ほら。すごない？俺、フィギュアも詳しくないねんけど、ほら。これ、すごない？ここまでやで。いやー、これポーズとかな、こう、いろいろしたいやんか、これ。すごいな、これ。箱も良かったしな。でもな、これはなかなか毒切りも水なくなったけど、毒切り使わんかなーと思ったけどな。まあ、やってみたいっていうのはあるやんか。これはテンションある、ほら。これ何のポーズやねんと思うけど、いろんなポーズができんのよな、これ。ほら、すごいな、ほら。いや、こう、お人形さん遊びじゃないけど、いろいろできんねんな、これ。だからな、他のな、三獣士のフィギュアもあるんかな？あったらな、戦わしたいもん。昔戦わさんかった、よく。ほら。これ、ええよな、これ。すげえな、これ。すげえ、テンション上がってきた、なんか。童心に戻る？いやー、かっけえなー。ほら。もう見たやろ、ほら。ほら、すげえ、やっぱなんか見てて、テンション上がった、これ、むしろ、背中な。かっこいいと思って、テンション上がった、メッチでございました。これやっぱな、このプロレスグッズっちゅうのはやっぱな、やっぱテンション上がるもん、ほら。これ見て、ほら、武藤さんのこれ、シュプリームに出た。武藤パーカーと、なんか T シャツやもんな。やっぱこう、いいよな、ほら。いいよな。これはテンション上がった。ぜひぜひですよ。これかっこいいよ。これもすぐ飾りますって感じ。飾りますって感じ。それぐらいテンション上がった。メッチでございました。めちゃめちゃ。はい。チャンネル登録。あかん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 。こうやってこう。グッドボタン。よろしくお願いします。やっぱ、武藤さん言ったかな。グレートムタさん。セコーめちゃめちゃ。他も欲しい。セコー最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。